アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ這ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。己さが落ちるところまで落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺す。はいと終わりだ。今ここに天活機を出てきたのだ。シャカで死んだと思うのに黙って見ていられるか。お前に私もできることならシャカの仇を討たせてやりたい。終わりだ。だがまだここでお前にやられるわけにはいかんのだ。何かしたのか。終わりだ。この三匹の恨み者は俺が片付け。終わりだ。幸福だしか。才能を見せてやる。15発のうちに猶予を与える慈悲深い。決して無視あるのみだ。邪魔をするな。見ろ、我々には時間がないのだ。スカーレットリードル。ウィナー、これが悪に染まった者の末路だ。言ったはずだ、我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカな。そう、バカな。これビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合い、サンクチュアリ全体が消滅してしまうことだ。サガ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな。もはや問答無用。アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーション。互角か。こちらが落ち始めたぞ。よせ、死竜。この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。これでもアテナのセイント、私は元より覚悟の上。行くぞ。最大の王山昇竜派。サラの花びらに血文字が。これはシャカが私に託した句。荒屋敷シャカ、わかりました。あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。二つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして
彼らの前で、かつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方、ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリュー、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた短剣だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。その声はシオン。何、こいつが全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ。アテナの仇クラレコスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。はいと。お前のような奴は絶対に許さない。まだまだ。何の沙織さんを。この世に及んでの泣き言とは、アテナのセイントも地に落ちた。お前は苦しみ、まだまだ悲しみはこの程度か。何だと。裏切るがいい。本当の力はない。だってはゴールドセイントの頂点に立った。この私の力を見せてやろう。コスモよ、極限まで高まれ。ペガサス神聖戦。これで終わりだ。ウィナー、俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。うろたえるな小僧ども。よく聞けお前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、全てのことを教えてやる。そして教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んでハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと。シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体。アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスが蘇る時には、人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには、何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折、ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界から解き放ち永遠の命を与えるとな。私たちはそれに乗ったふりをしてこの12級に乗り込んできたのだ。
アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン、俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ、本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だが、その前にお前たちに与えるものがある。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ。これは？そうだ。アテナの血によってよみがえった。それこそまさしく最強最後のクロス。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。わかった。必ず。頼むぞ、若きアテナのセイントよ。シオン。どうこう。できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何？すぐまた会える。そうだな。243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば友よ。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ、彼らはアテナの遺体をハーデスに献上すべくハーデス城へと向かった。そこに待ち受けていたのはスペクターたちの統括者である謎の女パンドラと、最強のスペクターである冥界三巨頭の一人ラダマンティスだった。さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント、よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたものよ。まあ日の出までに取ってこねばハーデス様にいただいた束の間の命も朝日と共に消え失せていく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今まではすべて我らを欺く偽りの行動だったということか。だがお前たちは大事なことを忘れていないか。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。一つだけ答えよ。アテナは、死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎん。
死んだ人間が行くところは死の国へと決まっていよう。あ、まさかアテナはハーデス様と差し違えるつもりか。伝令、これよりこの地上のハーデス城を捨て全員冥界へ向かう。一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るようスペクター全員に伝えよ。サガよ、残念だがアテナの思い通りにはならん。ここがハーデス城。先に行ったゴールドセイントたちのコスモを追ってここまで来たものの、彼らは一体どこへ行ってしまったんだろう。あなたたちは。我が師カミユ、シュラ、サガ。お前たちには先輩としてゴールドセイントとして何も残してやることができなかった。だがせめて。分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れない。この時代に死してなお正義を守り通そうとした黄金のセイントが言ったことを。お前たちは。言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜスペクター。怪我をせぬように教えてやるが、このハーデス城にはハーデス様の結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ自己の力を大量に失ってしまうのだ。お前たちセイントの中で最強と言われるゴールドセイント、そのゴールドセイントのアイオリア、ミロ、ムーですら手も足も出ず、先ほど3人まとめてこの俺に視界の穴へ叩き落とされたばかりだ。なんだって。分かったらおとなしく去るんだな。我々は今から冥界へ赴きアテナの印をあげてこねばならんのだ。待て、逃がすな。一人で深追いするな、セイヤ。俺たちも行くぞ。待て、死ぬ気かお前たち。あなたは。このコスモは我が体温あるローシライブラの同行。ハーデスの意志に守られているスペクター以外の生身の人間がこの穴へ落ちたら自殺に等しい。二度と生きては戻ってこれんのだぞ。しかしそれではセイヤは。残念だがこのまま死んだかもしれん。しかしセイヤがもしも落ちていく途中で荒屋敷エイトセンシズに目覚めたとすれば生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。エイトセンシズ。それではアテナは無論のこと、シャカもそのエイトセンシズを発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そうぞ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは絶対に冥界から出てくることはなかろう。そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。アテナもシャカも戦いを放棄したのではないといった意味がこれでようやく分かったぞ。お前たちがハーデスと戦うためには生きたまま冥界に行かねばならぬ。つまりエイトセンシズに目覚めればならぬ。それができるか。お言葉ですが老師、できてもできなくてももはや俺たちに後戻りはできません。冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命も果たさなければならないのです。そうだよ、セイヤだってきっとエイトセンシズに目覚め生きて冥界までたどり着いたはずだよ。うん、俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。目覚めよエイトセンシズ。
冥界。そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。エイトセンシズに目覚め冥界に降り立った聖夜はシュンと合流してアテナの元へと急ぐ。しかしそこにまたしてもラダマンティスが立ちふさがるのだった。カノン、あんたほどのセイントが味方になったなんてこんな心強いことはないぜ。味方？私がいつお前たちの味方になったと言った？確かにアテナに忠誠を誓った。しかしお前たちの味方になった覚えなどない。ましてや女子のように感傷的なものなど足手まといになるだけだ。アンドロメダ、先ほどのお前の戦いぶりは何だ？目の前の敵を傷つけることを恐れてどうする？その敵を倒さなければ次にはその敵によってもっと多くの罪のない人々が傷つけられていくのだぞ。カノン。しかしたとえ敵とはいえ多くの者を傷つけたことが罪になるのならこの世の邪悪を全て片付けてから神の裁きを受けようではないか。それまでは戦い抜くのみ。さあ分かったら早く先へ行け。分かった、先へ行くぜカノン。かつてはポセイドンまで手玉に取った邪悪の貴様がセイントに説教とは片腹痛い。確かにその通りだ。だが今の私はアテナのセイントだ。これからはアテナのため、正義のため、戦い抜くのみ。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミが。はいと。かつては神さえも戦う男、ジェミニのカノン、貴様の実力見せてもらおうか。いいだろう、冥界三巨頭の一人、天文星ワイバーンのラダマンス、相手にとって不足はないようだ。体が軽い、冥界にはハーデスの結界もないようだな。ならば本来の力を発揮できなかったミロやアイオリアたちのようにはいかんか。貴様は結界のおかげで俺がムーたちを倒せたという。そうでなければ彼らがあっさりお前ごときにやられるのはうまい。今こそ見せてやるぞ真のゴールドセイントの力を。この黒き谷までは逃げられない。ならばもうそこへ落ちる。俺の剣を受けるか二つに一つだ。これは貴様も分からない。落ちろ時の狭間に。ゴールデントライアングル。ウィナー、もう二度と迷わん。セイントとして戦い続けるのみ。なんだ今のは。体が動かん。先ほどルネとやらにかけた元老剣は単に幻覚を与えるだけだった。伝説の魔剣元老魔王剣はその日ではない。かかったやつは与えられた人間を殺さぬ限り目が覚めんのだからな。それにかかってハーデスの元まで行ってもらおうか。バカな、この俺の手でハーデス様の首を落とさせようというのか。その方が手間が省けて助かるというもの。だが安心しろ、元老魔王剣はこれからだ。さあ受けろ。うわ、なんだこの気配。ラダマンティス、貴様の配下のスペクターどもか。お前たちなぜ来た。はっ、パンダラ様から大至急ラダマンティス様に来られるようにとの伝令が何度もございましたので。アテナを慕ってセイントたちまで何人か入り込んだ。俺はその者たちを先に片付けると言ったはず。はあ、そう申し上げたのですが、パンドラ様は相当待ちくたびれているご様子ですが。わかった。カノン、戦いはひとまず預けておくぞ。
決着はこの次に必ず。アテナを追って冥界を進む聖夜とシュンは、死んだ恋人ユリティスのために冥界にとどまっていたシルバーセイントことざライラのオルフェと出会う。パンドラの策略でハーデスに従っていたオルフェだったが、事の真相とアテナの危機を知って聖夜たちに協力することを決意する。盾元の名手であるオルフェは13日に一度ハーデスに琴を聞かせることになっていた。オルフェは冥界の最新地であるジュデッカへ赴き、ハーデスとパンドラ、冥界三巨頭が揃う席でいつも通り盾元を弾く最中、さりげなくデストリップセレナーデを奏でる。すべてのものが眠りにつくメロディーの中、ハーデスを暗殺しようとするオルフェだったが、そうはさせんぞ。なぜデストリップセレナーデを聞いて動けるんだ。悪いが俺は琴を聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。それにお前のような男が心からセイントを捨てるわけがない。いつか尻尾を出すと思っていたぞ。僕のことを調べ、その耳に響かせてみせる。シルバーセイントか。お前が100人束になっても俺の相手ではないわ。はいと。デストリップセレナーデの声を聞いて、何としてもハーデスを撃つ。そこをどいてもらうぞ、ラダマンティス。力ずくでどかしてみろ。お前のほとんどでそれができるのならな。貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえもしのぐと言われていたらしい。まさかこれで全滅というわけでもあるまい。ストリガードか。愛するユリティス、やはり君のもとには帰れそうにない。でもこの命を残してやらねばならないことがある。ハーデスの道具が運を落ちる。ストリガードか。拳を向けるとは見下げ果てた男よ。ハーデス、情けの影になって、だがその恩とアテナの命では天秤にかけようもない。アテナの地球の平和のため、僕はハーデスを撃つ。終わりにしよう。私はしないぞ。ストリンガーヒール引き裂け。勝機はこの一瞬。ウィナー、僕の戦慄をものともしないとは強敵だった。尻尾を出したネズミが、これ以上好きにはさせん。とどめだオルフェ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。小僧、こんなところまで来るとは。俺がこいつと戦っている間にオルフェ、ハーデスを倒してくれ。この地上をハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズの小僧一人ひねり潰してやる。はいと。どけ小僧、今は貴様に倒せる暇はない。そうはいかん。オルフェがハーデスを撃つならここは絶対に通らないんだ。この呪術でセイントが存在するこの事態、大いなる罪だ。冥界の果てまで立ち回ってくれる。激しく攻撃的な攻撃なんだ。ゴールドセイントに勝るとも劣らない。このチャンスを逃すわけにはいかない。ちょろちょろと目障りのやつめ。ブロンズの分際がなるほどを知れ小僧が。くっそ、愚か者が。このジュデッカだ。俺たちの勝利を起こしてるよ。生きて帰れると思ってるのか。俺はセイントだ。アテナのためなら命など惜しくはない。ペガサス、ローリングジャーシュ。これで終わりだ。ウィナー、地上をお前らに支配されてたまるか。なぜハーデスがアンドロメダと同じ顔をしているのか。いや、
どのようなからくりがあろうと、この勝機逃すわけにはいかない。引け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ。何、消えた。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。ストリンガーフィーネ。何、せいや、僕もろともラダマンティスを倒せ。オルフェ、僕はどうせもう助からない。こしゃくな真似を。せいや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス流星艦。オルフェ、しっかりしろ。オルフェ、アテナを頼む。アテナを。オルフェはもう、そのこと、戦いのためなんかに使わなくていいんだね。そうさ、これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのこと。ラダマンティス。何をしようが、お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう、無駄死にしたオルフェの元へ。待ちなさい、ラダマンティス。要は戦いを好まぬ。控えよ。シュン。この威厳、この神聖さ、真似などではない。確かに、まるで人代わりをしたような。これはシュンじゃない。シュンがハーデスそのものになっている。控えよ、ペガサス。アンドロメダの体はすでに世のものとなった。聖夜たちがジュデッカへ向かったと聞き、先を急ぐカノン。同じくアテナを追っていたシリュウ、ヒョウガと合流し、次々にスペクターたちを撃破していったが、灼熱の第五獄に差し掛かったところで再びラダマンティスが立ちはだかるのだった。三巨頭の貴様がまたまたお出ましとはちょうどいい。雑魚続きで腕がなまっていたところよ。ラダマンティス、聖夜たちはどうした。ペガサスとオルフェはコキュートスの氷地獄に落とした。シュンは、シュンも一緒か。アンドロメダは、いや、あのお方はハーデス様として君臨なされた。何、バカな。それは一体どういうことだ。お前たちにいちいち説明する義理はない。シリュウ、ヒョウガ、先に行け。俺はこの男と差しで決着をつける。いいだろう。さあカノン、黒き谷の時の借りを返してくれるぞ。待て、ラダマンティス、自分だけで獲物を独り占めするつもりか。お前たちは、ミーノス、アイアコス。ほう、わざわざ三巨頭がガン首揃えてくれるとはありがたい。さあ、まとめてぶっ潰してくれるぞ。ふん、たった一人で我ら三人を相手にするつもりなのか。よかろう、教えてやるぞ、そのことの愚かさをな。今こそ見せてやるぞ、ゴールドセイントの真の力を。俺に歯向かったことを後悔させてやる。ファイト。このアイアコスがお前を攻撃。3人まとめて戦ってこなくて大丈夫なのか。問題ない。
それがどうだ。俺一人で十分すぎる。速いな。スピードが自慢か。アイアコス。見るか。何を驚いてる。ゴシゴシの砕ける様。俺はまだ全速だ。さすが三巨頭といった。ゴシゴシの砕ける様。あのゴールドセイントも高速の剣を持っていることを忘れずに。まだ力を隠しているようだ。あまり油断していると、この全力を出す前に倒してしまうぞ。思い上がるの。これがどうした。ブロンズセイントごときの野望をくじかれた子は、なぜこのカノンの敵ではない。落ちろ時の狭間に。ゴールデントライアングル。ヤマだ。ウィナー。アテナに誓った忠誠の心、伊達ではない。小手調べが終わったのなら、そろそろ本気で来たらどうだ、アイアコス。なるほど、ラダマンティスが手こずるのもうなずける。体の自由が。あなたはもはや私の忠実な操り人形になったのですよ。糸が切られた。誰ですか、邪魔をした者は。コスモがオーラとなって燃え立つ。あれはフェニックス。フェニックス一騎。手を貸そうか、カノン。しかしお前は助けを借りるような男ではなかったな。それよりも一騎よ、思いがけないことが起こっているぞ。お前の実の弟アンドロメダ・シュンが冥王ハーデスだというのだ。バカなことを。シュンは生まれた頃からずっと俺と一緒に育ったのだ。なんであいつがハーデスなものか。ほう、お前がハーデス様の兄貴だ。ならば安心しろ。ハーデス様はコキュートスのジュデッカにてパンドラ様がお守りしているからな。何？パンドラだと？昔幼かったシュン、謎の女がさらおうとしたことがあった。まさかパンドラとはあの時の。しかしそうだとしても、なぜシュンの体でなくてはならないのだ。死ぬ気なのだ。あいつはそういうやつだ。順番を決めろ。どいつからこの俺の餌食となるのか。冥界三巨頭の力見せてもらおうか。ハーデス様の兄貴とはいえ単なる戦意、死んでもらう。はいと。よかろう。望み通り相手を強いられた。この天遊星ガルーダのアイアコスがな。ギャラクティカイリュージョン。フェニックス幻幕。なるほど、たかがブロンズにこれほどの男になったとは思わない。強欲転生。やらせたイリュージョン。フェニックス幻幕。まだ息がある。やらせたイリュージョン。フェニックスというだけあって、少しはしぶとい。俺のスピードをしのぐとは。お前の攻撃のスピードをさっきたっぷりと見せて、お前を倒せばその上を行けばいいわけだ。それがどうした。フェニックス。これフェニックス。フェニックス。貴様の死をもって償ってもらうぞ。それがどうした。お前の全身兵をスペクターの中。フェニックス幻魔。勝者。
君は肉体よりも精神を砕く。この程度の実力とは。信じられん。アイアコスほどの男が。次は二人まとめてかかってくるか。何？なんだ。これは一体。体が。消えた。フェニックスの体が。バカな。一体一騎はどこへ。